座ったらどう？まだお礼を言ってないと思って。何年も私に話しかけてくれてありがとう。ああ、うん、寂しくて気が狂いそうだったから、あんたとヒッチの話だけが楽しみだった。兄、でもなんで相槌の一つも返さない岩岡の相手して喋ってたの？もっと明るくて楽しい子とかいたでしょ？それは違うよ。会いたかったからだ、兄に。なんで？え、本当にわからないの？ヒッチがあんなにからかってたのに。わからない。悪いと思ってる。故郷を救うわずかな望みに全てをかける彼らに対して。でも私はもう戦えない。最後の時間くらい穏やかで痛い。いつの間に。何が？そう、わかった。何が？兄、気をつけてな。またね。アルミ、これでよかったの？何が？正直頼りにしてたからね。でも兄はもう十分戦っただろう。よかったよ。兄は兄のままでいいんだから。